とうございます。久しぶりですが、何ヶ月ぶりですかね。3月だったんですよ、多分。3月にライブをしたはずです。それ以来なんですけど、もう6月だから3ヶ月か経ちますね。なんかね、久しぶりのところとか初めてのところとかすごい緊張するんですけど、今日意外としてない。なんだろう、このなんていうんですかね、すごい囲まれてる環境で明らかにこう緊張しそうな感じしたんで、自分大丈夫かなってちょっと思ってたんですけど、意外と大丈夫だった。これあれかな、このなんかこうすごいなんていうんですか、こうロックな感じの椅子のせいかな。すごいびっくりして、すごいなと思ってね、真っ黒にこれ黒く色塗ってなんですよね、きっとね。そうですよね、なんかゴシック調だなと思って。すげえと思いましたけど、いや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 、ちょっと待ってくださいね、チューニングをねしなきゃいけないですよね。私のギターなんか、どうにかなってるみたいで、さっきシンさんはカポをつけてカポの調子が言ってましたけど、私必ずですね、カポつけたらチューニングしないとチューニングが合ってないんですよね。別にこれは私がチューニングが合ってないんじゃなくて、ね、ギターさんがカポをつけるなと言っているのかもしれないんですけど、まあ、つけるぞという感じでつけて、ちょっと待ってくださいね、なかなかね、こう人の面前でチューニングするのってあんまり合わないんだよね、なんか合わないんですよね。合ってるのかもしれないんですけどね、なんか気持ちが出っ張っちゃってて合ってない。前に人前でこうやってチューニングをし始めた時に、チューニングしてて合わねえな合わねえなと思って、いくらひねっても合わないんですよね。したらね、1個ずれてたんだよね、3つとかね、それは合わねえわと思って、ひねってるところと違ったみたいな、最悪な感じでしたけど、大丈夫。いや別に2000年いてもいなくてもね、私は残念ながら面白いこと言えないんだけど。そうね、言えたらよかったな。シンさんあれですよね、ギターめちゃくちゃ上手で面白くて、どうしたらいいんだろうみたいな。いやいや、ほんとほんとシンさん照れてない、照れる、褒め殺しする。みんなでシンさん褒め殺しする今日。ラスカルの曲とか聴いてちょっとウキウキしたぐらいして、出だしからちゅうか字合わねえな。合ってんのか。合ってる、合ってない、似てる、似てる、いいか似てるから。似てる、最悪、いいか似てるから、ほんと合わないですよね。あとちょっとなんだけどさ、次の曲は、普段あんまりカバーをしてないんですよね。なんでかっていうと弾けないから。自分の作った曲は自分で弾ける曲コードでね作るんですけど、あんまりカバーを弾けないからねしないんです。だけどね、今日はちょっとやろうと思って、2曲、1曲は皆さんの知ってる曲で、もう1曲は皆さんの知らないカバーをやろうと思います。知ってる、知らないわこれ、きっと知らないと思いますけど、ですね、阪神大震災の時に作られた曲なんですけど、満月の夕べという曲がありまして、ちょっと昭和臭の漂いつつある、曲なんですけど、そんな曲をやってみたいなと思います。満月の夕べ、風が吹く港の方から焼け跡を包むように脅す風、悲しくて全てを笑う川
く冬の夕べ、夕暮れが悲しみの街を包む、見渡す眺めに言葉